なな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 んと、朝起きたらサンタさんから魚谷をいただくという、なんとも不思議な、ありがとうございますサンタさん、いつも頑張ってる私へのご褒美だと思うんですが感謝いたします、ということで魚谷を手に入れたという、なんというかクリスマスになんというかサンタさんが魚谷をプレゼントしたということで、はい、早速組みたいと思います。それでは魚谷の組み込みについてのお話なんですが、まあ準備が必要なんですよね。準備というか、例えばプラグのギャップを広げないといけないとか、一応そのまま使えるところと使えないところ、一応ボルトオンっていうこうくっつけていけば組めるんですけど、ある程度自分でやんないといけないところがあって、まず一つにプラグギャップですよね。まあこれ捨てるための、捨てるではないんだろうな、このゴミのプラグなんですけど、ゴミっていうか何ていうかな、使ってないプラグがあるんですが、まずそれで練習した方がいいと思います。どうやって広げるかっていうと、まあ結構簡単で、まあテコの原理、こうマイナスドライバーとかで、まあ傷つけないようにですよ、こう何ていうのかな、こう中心で聞くと逆に何ていうの、この極性っていうか何ていうの、この辺の大事なところを傷つけないように、こうマイナスちょっと入れて、こうクッてこの折り曲げるだけ、クッて この引っ掛けてクイッてやるだけ。もちろんこれ極端にやったらあまりにも広きすぎるんで、この微妙な何ていうの、力加減というか、だから練習しれって話なんですよね。これ加減わかんないと、例えばまあ所詮金属だから金属疲労が起こって、まあ何回もやったら折れるわけじゃないですか。あとプラグ自体もなんか よろしくなさそうだからね。まあ安いから失敗したら買い直せばいいけど、まあ良くはないですよね。だからまずはまあ捨てるプラグっていうか、どうなってもいいプラグで練習した方がいいと思います。で、実際にこうやってギャップを広げるんですよ。これはもう広げ済みなんですが、だいたいマニュアルでは 1.1 から 1.3 にやれって言って、実際結構分厚いんですよね。あ、もちろんシックネスゲージも、まあこれ自体安物だから、精度としては良くないかもしれないですが、まあ大体そんぐらい空いてりゃいいんじゃねえのみたいな感じに書いてありますね。一応ギャップぴったり何ミリとかっては書いてないから。で、これがまあなんていうか、ちょっとこう、スッて、なんていうのかな、きつくない程度に、これが入ればまあいいかなぐらいだと思います。例えばこれ、一応 1.3 までは OK だから、1.3 が入んなくて 1.1 が入るとかだったらまあいいんじゃないかなって思います。だからこの、なんていうの、2枚。1ミリと 0.1 ミリ今 1.1 でやってるんですけど、 1.1 ミリがちょっとこう少しなんか抵抗ある感じで入るから、まあだいたい 1.2 か 1.3 入んないとかそんぐらいだと思うんで、まあこんな感じで4つとも4本だったら4本ですよね、これ調整して、でそれを使うって感じで下準備が必要です。ちょっといい機会なので、この火花の飛び方というか、ちょっと火花が実際どんだけ飛んでるかっていうのをチェックしたいと思います。まあ今、ウオタに入れてない前なんですけど、とりあえずね、このノーマルプラグとイリジウムプラグが実際どんだけの火花が飛ぶかとか、あ、左がノーマルプラグで、右がイリジウムプラグです。ちょっとその、なんていうのかな、実際どんだけ火花が飛んでるかとか、動画でこう映るかわかんないけど、一回やってみたいと思います。じゃあちょっと点火してみます。わかります。ちょっとこれ GoPro だから、この GoPro ってこの近距離すげえ苦手なんですよ。ただね、この火花をこう見てわかるんですけど、あ、右がイリジウムですよ。イリジウムが画面で見てもわかるくらい火花飛んでるのわかりますかね。ノーマルってあんまり火花飛ばないんですよ。こうして見てわかるかな、このまあ飛んでないわけじゃないんだけど、こう画面で見て、画面で今 GoPro の画面で見てるんだけど、実際イリジウムの方が火花しっかり飛んでる感じっていうのが見受けられますかね。まあこんな感じで火花自体はプラグで結構この火花の飛び方変わるんですよ、こうやって。だからこんな感じで結構なんかこの火花の安定性っていうんですか、まあノーマルプラグってこの電極が太いから、こうパチパチこの散るんですよね。だから安定したところに飛ばないのと、まあ、イリジウムってこう細いから先端にしっかり安定した位置でパチパチになるから、なんていうのかな、火炎角っていうか、こう火花の爆発がこうバラつきがないっていうんですか。やっぱイリジウムって今って普通今時の車とかにも標準搭載じゃないですか。まあ、それぐらいいいプラグだよってことなんですけど、まあ、ウオタニに関してはなんか普通のプラグでギャップ広めに使うのが普通らしいので、まあ、今回はとりあえず普通のギャップでは、これは普通のプラグだけど、ギャップ広げた普通のプラグを使って、じゃあ作業したいと思います。それではウオタニの組み込みです。まあ、とりあえずついてるまずパーツですよね。まあ、タンクを外す。まあ、このピッカーのイグニッションコイル外す。
まあ、あとはこのケーブル類も外しておいて、まあ、こうやってもう普通にもうフリーの状態にしておくとか、まあ、ここ自体はまあとりあえずまずは外すって、ついてる部品を外すって感じでそのまま、まあ、何も考えずにって言ったらダメだけど、でどこを通ってるかぐらいは見た方がいいですよね、配線の取り回しとか。でこの辺の電装のパーツはまあ外せばいいので、で次こっちっすよね、ここに魚谷組んできますんで、こいつらもまた外していきます。外し完了です。じゃあこれから魚谷組んでいきます。ポイントのところの組み込み完了しました。一応ここにもまたギャップ調整があって 0.4 から 0.6 ミリ以内で仕上げれってあるんですよ。一応自分のやつは 0.5 がいて 0.6 入んないって感じで仕上げました。こう結構ね、地味になんかあんまりこの誤差出にくくて、結構マイナスドライバーでこうちょっと力強くってまでは言わないけど、思ってる軽く押さえただけじゃ結構動かないんで、そこそここのギャップ調整なんか難しいかなって思います。難しいっていうか、なんていうのかな、ちょっとこう意外と力入れて押さえつけながら締めないと、そこまでこうなんていうのかな、ギャップ調整難しいと思います。で分かりにくいのが、説明書を見るとここの内側にこのワッシャーが噛むんですよ。だこれ内側にワッシャーつけるっていうか、そのワッシャーがなんか図がないから、ここで本当にいいのかなみたいな、説明の字だけだと分かりづらいですけど、この奥の方にワッシャー仕込むんで、そこは組み込みの時に注意した方がいいと思います。じゃあこんな感じで組み込みできたんで、じゃあ配線引き回していきたいと思います。初めてやる作業とはいえ意外とスムーズになりました。とはいえやっぱこの SP2 ってこの何ていうの、魚谷のこのイグニッションコイルってこうコンパクトなんで、意外とこの辺の周りがすっきりすると思います。まあその辺もまあとりあえず何ていうかな、開けたついでにこの辺ちょっと配線まとめたりとか、ちょっとその辺小スペースにして何ていうのかな、隙間を作るようにまたこういうタイラップとか止めたりとかして、ある程度こうコンパクト性になるようにまた改めて作り直しました。とりあえず今回はまあ今回じゃない、まあまだ続くよ続くよ、やめないでね見るのやめないでねとりあえずね、これでボディに組み込み完了したんで、あとは配線と魚谷の本体どこにつけるかとか、それでもうくっつけられたら、ある程度は動作確認してから、なんて、あとは配線の綺麗にどこにつけるかとか、レイアウト考えたいと思います。とりあえずはまずは、じゃあこれから動作確認、くっつけて動作確認をまずしてみたいと思います。魚谷の組み込み完了しました。魚谷につけて、まず電源がちゃんと飛ぶかとか、その辺確認したいんで、じゃあ魚谷に変えてみたらどんだけ、まあこれノーマルプラグでギャップ広げてるやつですけど、どんだけ火花が変わるのかとか、さっきのこのイリジウムとノーマルプラグの火花と比較してみてどうなるか、ちょっと確認してみてください。火花どんな感じなのか、ちょっと点火させてみたいと思います。あーでも結構そこそこ綺麗かな。でもなんかね、びっくりするぐらいバチバチってわけでもなんかない気がするな。ちょっとどうなんだろうね。ちょっと一回画面で見ると、目視で見るのちょっともう一回やってみます。あでもね、なんかこの火花の色がなんか紫っぽいというか強いのかな。ただね、あの勝手なイメージだけど、ものすごいバチ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 ってなるかと思ったんだけど、そうでもないな。いや実際これ目視はですよ、目視は見た目はそうだけど、実際乗っててみたら全然違うとか。ただね、あの実際直接見てるとなんかイリジウムっぽい光り方はするから、ただイリジウムよりかも色が濃い火花というか、なんか赤色ってよりかはなんかもう紫に近い、なんかより強い火花そうだなって、ちょっとプラシーボも勝ってるかもしんないけど、なんか強そうな火花が飛んでんなってイメージはありますね。とりあえずね、プラグとかも自分で作ったやつだから、こうやって火花がちゃんと飛ぶかとかの確認とかもしないといけないんで、もし自分で組み込みする人は最終的にこうやって火花ちゃんと飛ぶか確認した方がいいと思います。サンタさん、今度はこんなレギュレーター、これ PMC の結構高いやつじゃないですか。これもいただけるんですか。いや、ありがとうございます。じゃあ早速組んでいきたいと思います。あ、サンタさん、まさかシートまでいただけるのですか。ありがとうございます。さすがですね。組み込み完了です。レギュレーターをとりあえずサイドにつけました。一応熱が出る部品なんで、まあ、風が当たるところというか、あ、これちなみに何だっけ、
あの Z に使われるあのダイオードが4つついてるあれなんていうのかな、整流用ダイオードの、どうですかね、整流用ダイオードのなんかそれが不要になるんで、そっちはなくしてもうレギュレーター1個だけで使えます。今時のバイクみたいになりますよね。だからこのオルタネーターで発電したのがそのままもうレギュレーターに直結して、そこからもバッテリーの充電取るみたいな。あ、これはちなみにあのなんていうのかな、 12V をに一定にするレギュレーターなんで、別にこれなくてもいいんですけど、ちょっとうちのこのドラレコがなんかあんまりなんていうのかな、こう 12V ぴったりじゃないと安定しないのか、なんか最初つけた時にこのちょっとちらつきというか、なんていうのかな、やっぱこうちゃんとした一定電圧じゃないとあんまり動作上問題があるみたいなんで、画面がちらついたりとか、それも含めてこれ使いました。あの 12V から取って、あ 12V、 まあ 12V から違うな、何 V から何 V の範囲で取ると 12V 一定出力するよっていう部品なんで、まあ、これなくても別にです。ここから取ったら普通に 12V 一定取るからドラレコが安定して動くみたいな感じ、それでついてます。でとりあえずそれでレギュレーターは完成したと、風で組み込めたと。でこのシートなんですけど、これ結局あのビスの位置なんかずれるっていうか、もうつけられないから、もう穴開けてつけました。なんだよこの精度みたいなまあわかんないけど、とりあえずはいこれで完成です。じゃあ魚谷もこうやって組めたんで、じゃあとりあえず動作確認して、じゃあこれから走行テストとか楽しみにしてください